1977年の羽幌駅と周囲約750メートル範囲。右上が、幌延方面。千鳥町にずれた国鉄型配線の二面三線を持ち、駅舎横に三角状の貨物ホームと、その内外それぞれに引き込み線、駅裏に多数の側線を有していた。駅舎はコンクリート製で、ホームは古戦橋で連絡しており、島ホーム上には、 待合室が見える。駅裏には、飛行場が並び、駅裏の南西側には、広いエーリン所のストックヤードが見える。このヤードへは、1963年まで、ハボロ川上流の上、ハボロや、奥ハボロから、ハボロ森林鉄道が乗り入れており、ヤードから右下へ90度のカーブを描いて、かつての軌道跡が見える。ハボロ駅はまた、手売り。 焼き尻へのフェリー航路の玄関口としての役目を担っていた。国土交通省国土が、電報略号はハホハボロ線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。1986年10月まで運行されていた、急行は、ボロの停車駅であった。ハボロ線の廃止後、同所に設置された沿岸バスのハボロターミナルについても、 ここで記す。廃止時点で、単式ホーム、島式ホーム複合型に面2線を有する地上駅で、列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、単式ホーム北側と島式ホーム南側を結ぶ、古戦橋で連絡した。駅舎側単式ホームが上下共用の1番線、島式ホームが上りの2番線となっていた。他に、貨物側線を多数有していた。 職員配置駅となっており、駅舎は近代的な鉄筋作りで、構内の西側に位置し、端式ホーム中央部に接していた。駅舎内に売店を有した。また、私の旅スタンプが設置されていた。詳細は、羽ロ城町名の由来を、山椒島駅が所在する地名より、アイヌ語に由来するが小説ある。羽ロターミナル、羽ロターミナルへの道路。右手が、 ターミナル駅跡地に沿岸バスのハボロターミナルが設置されている。バスターミナルの住所はハボロ町南7条4丁目。1から5番の乗り場を有し、沿岸バスの都市間、バス、路線バスとハボロ町から受託しているスクールバスが乗り入れる。従来は同町南3条2丁目の本社施設をハボロターミナルとして運用していたが、旧駅跡のバスターミナル設置に伴い、 本社ターミナルに解消している。隣接する町営駐車場を利用したパークライドも実施している。上記の羽幌ターミナルのほか駅舎跡地には羽幌地区をイメージしたタイル張りの壁が設置されている。また、旧駅前通りの歩道に腕木式信号機が移設設置されている。日本国有鉄道羽幌線とまま駅、沖疲城工場羽幌駅地区別駅かつて、 当駅と地区別駅との間に、下の滝狩上工場が存在した11月1日、開業、1972年2月8日廃止。1942年、羽幌川上流の森林資源を、羽幌駅南側のストックヤードまで運搬する1 4トルの森林鉄道が、当時の提出リニア管理局旭川支局、羽幌出張所の管轄として竣行し、 初めて木材が直接駅へ運搬された。1947年からは、旭川営林局羽幌営林所の管轄となり、また、春行以後毎年のように2から4キロメートルを口へ延長され、1957年に4 2トル、最終的に総延長4 4トルに達した。その間1954年からは、民間貨物の混合輸送も行っている。 戦後の年間輸送量は1956年の9枚国をピークに平均約5万国であった。当初蒸気機関車2台とロットンガソリン機関車1台で運行されたが1951年からディーゼル機関車に切り替えられ1958年の記録によれば5トン車8台、6トン車、7トン車、9トン車、10トン車、各1台ずつ。 計12台を保有していた。その後徐々にトラック輸送に切り替えられて1963年に全面廃止された。ありがとうございます。